川梅は、三重県島市磯部町狭間にあるうなぎ料理店。店舗元年創業で、新珠養食技術を確立した、三木本幸吉がひいきにしていた店舗である。川梅のある、島市磯部町は、町内を流れる川の上流で、うなぎが獲れたことや、洋満場が近くにあったことから、うなぎ料理が名物となっている。町内には他に店舗が、 日本国の登録有形文化財であるうなぎ料理店、中6がある。かば焼き、かわうめ丼などのうなぎ料理のほか、陶器には、地域特産の的やかき料理を提供し、うなぎのとこつけは、通信販売も行っている。日本国産のうなぎのみを使用する。2020年1月2日放送のテレビ東京の番組、出川哲郎の充電させてもらえませんかでは、川郎。 稲垣五郎らが来店し、まとやかきやうな重を賞味した。営業時間は11時から19時15分までで、不定休がある。伊勢保健所から伊勢島健康もてなしの店に認定されており、三重県産品の積極的な使用などに努めている。川梅丼は、店主の山地大地が1980年代から1990年代頃に創作したうな丼である。 川梅の名物料理であり、常連や地域の客からの注文が多いメニューである。店主がうなぎにネギと海苔を添え、わさびを溶いたタレをかけて、ご飯と共に食べてみたところ美味であったため、正式なメニューとした。後に、シソの葉が追加され、2009年現在はサラダ、肝水と共に供される。川梅丼として独立したメニューで供されるほか、セットメニューや、 定食の一品としても出されている。天保元年創業。創業当時は、うどん、弁当、わらじの販売を主に手掛け、うなぎは天然物が取れた時だけ提供していた。1893年頃には、三木本幸吉が、阿茂湾の田徳島に養殖場を作るために、戸場から向かう道中で昼食のために必ず立ち寄り、事業が軌道に乗るにつれ、 焼き豆腐などの弁当からうなぎ料理に注文するものが変わっていったという。店主と三木本は親しい間柄となり、毎月25日には、磯部の名所である、伊蔵宮、和合山、天根の岩戸の3箇所を巡る、三の宮参りをした。磯部郷土市によれば、1960年代の川梅旅館は6つの客室を持ち、個人客20人。 団体客40人を収容することが可能であり、テレビ受像着、麻雀、囲碁、将棋を娯楽設備として備えていた。また1965年に、鉄筋コンクリート構造3階建ての店舗を建設した。食事は階段を上がった2階で供していた。2007年3月に店内を改装し、これまで客席がなかった1階にもテーブル席と座敷を設けた。 同年10月1日には三木本から送られた羽織や自筆の書などを展示するコーナーを設置した。ありがとうございます。